伝える。わしの夢ではエロいだけのお主もいずれ立派な忍びになる。そして一人前に弟子を持つことになるのじゃが、その弟子は将来忍びの世に大きな変革をもたらす忍びになる。夢ではそう見えた。分かり合うなら相手を同じ目に合わせてからだ。それが痛み分けってことだろう。そんなに無理だってことぐらい分かってる。だから戦争はなくならないんだ。だが俺は無限に続く痛みの中で人からさらに成長したのだ。なんだと？そう、人から神へと。お前は破滅をもたらすものだった。ならばここで倒すのが死の役目だろう。神となれば言うことも考えることも神のせいに。ガバケンさん、あなたはまだ人のまま。お前も影分身か？そう、それだけじゃない。同時に口寄せ。冗談を言うようになったのに。長と冗談。この戦いだらけのくだらない世の中に終止符を打つ。それが神の言葉。生きて帰ったお前の意志すぐに。今すぐあの形状、あの波紋のよう信じられん。あの目、リブネガン。この国を変えてやるんだ。みんなを守る。何かあったらガマで連絡をよこせ。私はすぐに駆けつける。じゃあの、僕はただ二人を守りたい。どんなに痛みが伴うことも。そうか、この世を変える弟子に出会えるかもしれない。それが今地雷の運命。分かんない。なんで旅をしてる？自分の運命を探してるんだ。そろそろ一人で潜入モードに放心できるようになれ。ライアちゃん、先方ゴエモン超大玉ラーセンガン、先方ケバリセンボン、さよなら。油断はするなとあんたから教わったはずだが、慈愛が先生。人生失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。先生だからこそです。本当の忍びの才能を持つ立派な忍者で、あなたほども忍びはいませんからね。忍者とは忍びを耐えるなんのことなんだよ。